これがアドバース用です。滑走路全然見えない。やべえよ、 B50 に来たよ。なぜベストセラーの。どうも皆さんこんにちは、めちゃめちゃリアルなミリタリーフライトシミュレーター DCS ワールドで F4E のモジュールが発売されてから、しばらく経ちまして、この F4 のフライトにもちょっと慣れてきたところですね。あ、こうやってフライトしてみるとですね、思った以上にこれ欠陥機じゃないのって思うほど F4 が苦節用のすごい設計だったのが分かってきましたので、それを皆さんにねご紹介してみたいと思います。よろしくお願いします。今日はここのフィールドにいろんな世代の戦闘機の機体を並べてみましたので、これと見比べながらこの F4 戦闘機がどれほど独特な設計になっているかというのを、見比べて語っていきますね。まずはこの F4 の翼の特徴である外側の上半角について語っていきます。もともとはですね、 F4 は低翼単翼という設計になってますけれども、低翼単翼というのは翼の揚力の中心に対して重心の位置が高いので不安定になるんですね。なので機動性が求められる戦闘機は低翼にした方が機動性が高くなると。ただ低翼にして作ってみたら機動性ふらつきが強くて安定性が弱すぎたということなんですね。でそれで仕方なくこの外翼のところだけ上半角をつけて安定性を増した。上半角をつけると傾いた側の翼が翼面積が広くなるという特性がありますので、下側の翼が揚力が高くなって、元に戻ろうとする力が働くと、そういう挙動があります。でも周りを見渡してみるとそんな設計した機体ないですよね。全部みんな直線か少し下を向いた下半角がついているような、そういった機体がほとんどです。これ F4 本当に独特ですよね。他の機体でそんな機体あんまりないですもんね。見たことがない。主翼に関して言うと大きな特徴があって、外翼この上半角がついたところは空母に乗せる関係もあって折りたたみをするように設計されてたんですよね。でその関係で外翼のところは普通補助翼エルロンをつけられるところがエルロンをつけられなかった。なので内側のところフラップの外側と外翼の間、ここにエルロンがついたんですよ。でここにこんな大きなエルロンをつけたことによってアドバース用というそういう特殊な現象が出るようになりました。後でちょっと説明しますのでね。基本的に飛行機って翼の一番外側にエルロンをつけるのに、あんな場所にエルロンがつくっていうのは他の機体見てみるとないんですよ。 F15、F16 なんかも外側にエルロンあるし、この辺 F16 はフラペロンですよね。フラップとエルロンが一緒になってる。 FA18 もフラペロンみたいな感じになってますね。エルロンが一番外側でエルロンはフラップとしても作動します。でロシア機もここ置いてますけど、エルロンがやっぱ外側にあります。あとは独特の設計なのはこのテールコーン、テールブーム方式のこの後部胴体の設計ですね。エンジンよりも後ろに水平尾翼、垂直尾翼があるという設計。これね、世界的に見ると日本では F1T2 とかイギリス、フランスが共同開発したジャギュアとかいくつか例はあるんですけれども、こうやってその他の航空機を見てみるとみんなエンジンより後ろに尾翼があるっていうのはあんまりないでしょ。ロシアの戦闘機もそうですよ。この機体後部のデザインのせいで何が起こってるかというと、機体の向かい角が高い時にエンジンの排気が水平尾翼スタビレーターにかかっちゃうんですよね。でそのエンジンの熱をもろに浴びちゃいますから、スタビレーターの内側のところが耐熱性の高い金属で保護されていると。この辺相当熱いんでしょうね。実際フライトしたところで見てみましょう。そしてこうして下向きになった水平尾翼スタビレーター、これも何でか分かります？これももともと最初の設計ではまっすぐ横を向いてたんですよ。
ですけど、スタビレーターが主翼よりか上にあるんですよね。そうすると離着陸や戦闘の時に向かい角が高くなると、この主翼の気流の影にスタビレーターが隠れてしまって、スタビレーター効きが悪くなってしまうということなんですね。それを下に下げることによって、主翼の気流の影から飛び出すようにして、スタビレーターの外側を使って舵を効かせると、そういう仕組みになっていました。これも実際にフライトで確認してみましょう。翼の内寄りにでかいエルロンがついているということによる弊害、アドバース用について説明しますね。ロール方向の操作っていうのは、コントロールスティックを右側に倒すと左側のエルロンが下がって右のスポイラーが上がると、こういう操作になります。これで機体が右の方に傾いていきます。ですけど、これが F4 が向かい角が高くなると、スポイラーが空気の陰に隠れてしまって、スポイラーがあんまり機能しなくなってくるんですよ。そうすると左側のエルロンが下がっている、この大きなエルロンがですね、空気抵抗になるんです。空気抵抗になると左側の翼が後ろに引きずられるんですね。そして機首は左側に回ってしまうと、左側に陽が起こってしまうと、進行方向に対して右側の翼が相対的に長くなりますので、翼が長いということは揚力が上がる、右の翼の揚力が上がって、右にロールしたいのに左の揚と左のロールが入る、そういう不思議な現象が起こってしまいます。で、それを抑制するために、向かい角が高い時、向かい角が高い時にはですね、ラダーを使ってロールのコントロールをすると、右にロールをしたい時には右のラダーを踏み込みます。そうするとお尻が左側の方に振られますので、左側の翼が風に対して長くなりますから、左側の揚力が大きくなって右にロールするという仕組みになります。ただしですね、離着陸の場合はフラップを下ろします。特に着陸の場合にはラダーを使ったりとかするはずなんですが、フラップを下ろすとエルロンラダーインターコネクト ARI という機能がついてまして、ロールを打つとそれにつられてラダーも動くと、こういう仕組みが備わってます。ほら、エルロンとスポイラーの動作に合わせてラダーが勝手に動いてくれるんですね。これでロールを補助してくれます、なので着陸の時はアドバース用は出にくいような仕組みが整ってます。では実際にアドバース用を再現してみましょう。降下してスピードを上げながらですね、でスティックを後ろに引いて右ロールをやりますのでね、見ててください。はい、ガバーッと引いて向かい角高い状態で、ほら左に曲がったでしょ、左にロールしちゃった。右にロールをしたいのに左に行きます。向かい角高くして右にロールしようとすると左に陽が発生してくるっと回っちゃった。はい、じゃあ今度はスローで再現してみます。ガバーッと引いて向かい角が大きくなったところで右にロールをしようとすると左に陽が発生します。で今度は右にロールが発生しましたけど、ね、左に陽をしながらの不思議な動きになりますね。機首が外側を向きながらのロールになっちゃいます。これがアドバース用です。水平尾翼が下向きになってる件ですけれども、今ねこれでなるべく水平飛行をやろうとしてるんですが、こうやって横から見た時に主翼の乱流の影に水平尾翼スタビレーターが入ってしまうのが分かりますかね。主翼の乱流に入りきらないようにこうスタビレーターを下に向けて、主翼の乱流から飛び出した外側の部分でうまいこと舵をなんとか維持してるっていうのが分かるかなと思います。そしてエンジンの排気、排気がバンバンスタビレーター当たってますよね。やっぱね、塗装してたら溶けちゃうでしょうね。もう金属で保護してあげないと
壊れちゃうんだろうなっていうのは分かります。これでエンジンの排気の中にスタビレーターがある、ね、こんな設計してたんですよ。この状況を考えると F4 のような尾翼のデザインがその後流行らなかったっていうのが分かる気がしますよね。最後に紹介したいのは着陸時の全下方の視界の悪さです。そのままのシートの位置だと着陸の時に適切な AOA 向かい角でアプローチをすると接地点が見えないんですよね。なのでシートを上に上げなきゃいけないんですけど、そんな配慮しないといけない飛行機ってあんまないんだろうなと思います。しかも海軍機は鼻が短いのでまだ見やすいと思うんですが、 E 型になると機関砲を乗せるために鼻が長くなったんですよね。ロングノーズタイプになったので余計に下方が見づらくなったと。これは座席の位置が比較的低くてその割に鼻が長いということが起因してると思うんですが、他の機体でちょっと見てみましょう。空軍で使われてたこの F5 も鼻が長いので全下方の視界は悪そうですね。その他の、まあ、第4世代付近の機体になると F14 そのまま着艦の時見えましたし、この辺の F15、16、18もシートは何もいじることはなく接地点とか着艦地点が見ることができます。あの F4 がパイロットの頭しか見えてないのに対して、特に F15 なんていうのはもうパイロットの肩周りまでしっかり見えますので非常に座席が高くて視界がいいんでしょうね。F16 や FA18 も機首の上面が下に流れるようなデザインになってますので全下方の視界は保たれている。イニシエの F86 なんかもノーズ短いですから下方の視界は良さそうですね。ロシア機、旧ソ連の機体に見てみましょうか。 MiG19 操縦席の前方のラインがほぼ真横向いてるような感じなので下の方に下がってないので、これ前方しかあんま良くなさそうですね。そして F4 と戦った MiG21 非常に狭そうです。後方視界とかも全然なさそうですね。これは全下方の視界は良くないのかもしれません。 MiG21 で MiG23、 これ比較的ノーズが短い感じがするので、しかも絞ってあるので見られるのかな。で次に出てきたのは MiG31 なんですが、視野が狭いかと思ったらコックピットの位置が高いですね。これは意外と全下方の視界はいいのかもしれない。そしてソビエト、ロシアの代表的な第4世代の戦闘機 MiG29 とスホイ27なんですが、どちらも機首に対してコックピットが上に飛び出たような感じになってますし、機首そのものも下に下がっているような形になってますので非常に全下方の視界は良さそうなデザインになってますね。ではこの全下方の着陸時の視界の悪さを皆さんにもちょっと体験してもらいましょう。飛行場が見えてきました。着陸時の大問題なんですが、これが AOA 向かい角のインジケーターになります。で着陸の時はちょうどいい向かい角のここ 19.2 ユニットのところに合わせて、滑走路に接近していくのが一番ちょうどいいんですけど、実際やってみるとですね、なかなか見えないんですよ。非常に大変ですね。フラップとギアダウン、だんだん向かい角を増していってまだ向かい角高くないといけない。ちょうどいい向かい角になるとこういう音がします。今いい角度ですけど滑走路全然見えない、とても着陸できないだからここのところにシートの、あらららら、やばい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 、ここのところに右下にシートの調節のノブがあって、これでまで上げました。シートを目いっぱいまで上げて前の方に前のめりになって前方を見ると、ノーズが見えるので、これが最大手前が見えるという環境になります。これがシートを一番上に上げると
コンパスがすぐ横にあるので視界を邪魔するんですよね。非常に見づらい、いろんなとこ見づらい。キャノピーのフレームもね、見づらいんですよね。頭を後ろに下げたりとか、前にやってもそんなに視界がいいわけじゃないですもんね。比較的見えるんですが、さあスピードが下がってきて、浅い AOA だと今ぐらいの感じで見えるんですが、適切な AOA で進入しようとするとやはり滑走路設置ポイントなどは見づらい、見づらい。あ、ハードランディング、ごめんなさい。結構ハードだったんじゃないかな今。また整備に怒られる。やべ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 よ、 B50 に来たよ。最悪。ここまで F4 のダメ出しをたくさんしてきましたけれども、こんな不思議な設計になったのは仕方のないこととも言います。開発設計されたのが1950年代、日本で言ったら昭和30年前後というだいぶ古い時代になるんですよ。で、その当時はコンピューターもありませんし、こう計算なんかも全部手計算でやってたりとか、そんな時代でした。で、もちろん超音速戦闘機のノウハウなんかもあんまりまだ整ってなくて、だいぶ試行錯誤しながら設計をしてたんだなというのが感じられます。第4世代戦闘機 F14、15、16なんかのそういった戦闘機以降は、まあ、エンジンが一番後ろにあったり、で、スタビレーターが左右別々に動いたりとかですね、でそういったこう大体基本的な設計というのが固まってきているように感じまして、まあ、それ以降はですね F22 とか F35 まで翼とかエンジンの配置は似たようなデザインで経過してるなと思います。まあ、ロシア機もまあ同じような配置になってますよね、最近のものはね。ヨーロッパ系についてはデルタイプの機体が多いんですが、まあ、デルタイプの場合は前方にカナードがあって、カナードが左右別々に動いたりするのは基本的なデザインになってるんだろうなと思います。じゃあなぜ F4 がこんなにベストセラーになって傑作機になったのかというとですね、でかい機体に強力なエンジンを積んだのが成功の要因ですね。機体が大きいのでたくさん搭載することができます。まあ、空対空ミサイルが8発であったり、爆弾もたくさん搭載できるので戦闘爆撃機として活躍できました。マルチロールファイターの走りと言えますよね。他にはその強力なエンジンのおかげでマッハ 2.2 という最高速度を誇る。この足の速さは揚撃戦闘機としては非常に大きな武器になります。航空自衛隊で F4 ファントムがこれだけ長年活躍してこれたのはこのスピードの速さが要因だったんじゃないでしょうかね。航続距離も大きな機体に燃料をたくさん搭載することができたので、2000キロ以上は、まあ条件にもよるでしょうけれども、航続距離を保つことができたと。そして最後に言えるのは、この大きな機体のおかげで、システムのアップデート、アップグレードが容易だったということが言えると思います。日本の航空自衛隊でもご存知の通り、F4EJ 海を作ることができました。F4EJ 海は F4EJ に大体 F16 と同等のレーダーを載せたという形になりますけれども、まあ、それもやっぱり最新のアビオニクスを搭載するだけのスペースの余裕があったということですもんね。いろんなデメリットはあるものの、それを上回るだけのたくさんのメリットがあったおかげで、これだけ5000機以上の生産を誇り、
長寿命でいろんな国で活躍したと。結局この F4 やっぱり僕好きなんですよね。外側だけ上半角がついてる翼とか、あと下向きの水平尾翼スタビレーター、これもですね個性的でかっこいいですもんね。あとマニアックなところだと F15 のエンジン音と比べると、F4 ってちょっと低めの音がして金属音があってですね、耳に優しいっていうところはありました。わかる人ならわかる特徴かもしれません。画面上の F4 はこの後着陸をして完全停止します。さあファイナルアプローチ。くたびれたドラッグシュートを切り離します。前から見るとコックピット結構下向きにデザインされてるとは思うんですけど、見づらかったですよね下。ここで最終コーナーを回って駐機場に入ります。では皆さんご視聴ありがとうございました。